羽生譲る、故郷宮城でアイスショー、ノットステラタ開催3.11に希望を発信。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。 プロフィギュアスケーターの羽生結弦が2011年3月11日に起きた東日本大震災から12年目を迎える今年3月故郷の宮城積水ハイムスーパーアリーナグランディ21で開催されるアイスショーに出演するショーのタイトルは羽生結弦ノットステラタノットステラタはイタリア語で満点の星を意味する東日本大震災が起きた夜宮城仙台市にいた羽生は家族と避難所に向かった 崩れた建物や破裂した水道管で水浸しになった道路を歩きながら、ふと空を見上げると、停電の暗闇に美しい星空が広がっていたという、絶望感を抱いていた中で見た、美しい満天の星に、彼は希望の光を感じたと振り返る。羽生譲るノットステラタは、震災の日の満天の星のように、被災地から希望を発信し、少しでも人々が笑顔になれるきっかけになればという思いで制作した。 会場で販売するグッズに関しても、防災グッズを中心に展開し、来場者が防災について、改めて考えるきっかけになってほしいという願いを込めた。出演は羽生に加え、世界で活躍する、プロスケーターらが花を添える。アイスショー詳祭、タイトル、羽生譲るノットステラタ、日程。3月10日、金曜日、午後4時会場、午後5時開演、予定。3月11日、土曜日、午後3時会場、午後4時開演、予定。 3月12日日曜日午後3時開場午後4時開演予定会場宮城赤水ハイムスーパーアリーナグランディ21ご視聴ありがとうございましたこれからも一緒に応援していきましょうねチャンネル登録をよろしくお願いいたします